ってことはなんか来るってことか、ボス的なのが来るってこと。なんかまた意味深だな。明らかに岩が転がってきそうな感じの。ほらー、岩じゃないけど、ドッスンだったじゃん。おお怖い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 、危な。あ、な、なに、あ、さあ、まるでクリスマスツリーかのごとく。あ、これで無敵になって、てん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 、うわー気持ちいいこれなるほどな。てん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 、これじゃ敵とかもいけんじゃね。ほら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 、来たちょっといろいろ、あー、まあまあ仕方ない仕方ない仕方ない、ちょっといろいろ穴とかも塞ぎたかったけど、無敵のうちに敵も倒したかった。よし、で紙っぺら集めといて、ほら来た、バーボンいたよ。ほい、へへい、さっき近くで地面がすっごく揺れました。マリオさん大丈夫でした。こんなもんかな。よし、いやー、もうやり込み要素が半端ねえぜ。おい、もう一回、何回打てるんだろうな、安ら大サーカス。まあその紙っぺらの容量を増やすとかのもね、先々ありそうだわ。わあ、緑バーボン。赤テープに車って遊んでる人がいます。そうだね、楽しそうだね。ものすごい楽しそうじゃん。おい、カニビテープで遊ばないで、それは危ないテープです。ほんとだよ。まったく不届き者が。遊んでるように見える？テープに巻き込まれて困ってるんです。ああ、そうなんだ。ごめん、気づかなかったです。このテープ何なんですか？これじゃもみじ山行きのロープウェイが動かせません。ああ、来ないって言ってたね、そういや。へえ、この乗り物、もみじ山ってところへ行く。なんか、緊迫感ねえな。バーボン大変そうなのに。それってあそこの赤いお山かしら。そうだね、もみじっぽいね。真っ赤なもみじ山に青いテープがひらひらで、色合いがとっても素敵。そうだね、色のコントラストが素敵ですね。青いテープですわ。え、マリオさん、青の紙テープも見つかり、あ、そうだね、もう先に進む道が分かったね。赤テープの次はまたここに来てもみじ山に行くのがいいかも。なるほどなるほど。おい、キノピオさん、また後で来ますから、そこでおとなしく待っててね。そうだね。俺が赤テープのボス倒すまで待っててくれ。申し訳ないけど。そこでちょっと遊んでてくれ。え？ 2 回？これ1列。あー、なんだ？あー、わかったわかった。これで、回転だ。あー、これは難しい。だから2回、そう、回数でね、もしやって思うよね。そこで推理もできるということだ。よし、これはでかい。アイアンブーツいいな。あ、ちょっとバッテンついてる、アイアンブーツ。もう壊れちゃうかな。あー、もう壊れる、壊れる。壊れる寸前。OK！ これはなかなかいい。うん、253。よし、とりあえず、もうね、1万コイン下回ると、もう、ちょっとね、落ち着かないよね。常に1万コインはちょっと手にしておきたい。そんな今日このこと。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。いや、本当はもっと2万とか5万コインぐらいさ、常に手元に置いておきたいんだけどな。でも、アクセサリーが結構するからね。意外と高かったアクセサリー。バッサンバッサン。あー、待て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 、それは聞いてね。俺はちゃんと穴を塞いだというのに。うい、またこれ、あ、分かった、こいつもう、あ、でもそっか、これ15秒でしょ。あ、15秒結構敵を並べろ。3回、とりあえず最後はスライド、これスライドスライド、あ、スライド。すごい難しそうに見てめっちゃ簡単だった。で、ハンマーでいける。またこれ難しいよ、ハンマー。気をつけろ。色が変わったぐらい。はい！あー、ダメだ。くそ、むずい。あー、まだとりあえずこれ、もう一回。いくよ。色変わったぐらい、色変わったぐらい。はい！あー、ダメだ。やばい。とりあえずちょっと仕切っていい。とりあえず潰しとくわ。あー、こういう時にエクセレント出ちゃうんだよね。
クソエクセレント出たらな、一回一発で倒せるんだろうけど。みんなでコーラアタック、はい。あーちょっと遅かったか、やばい、体当たり、あーダメだ、やばいやばいやばい、普通に強い、普通に強い敵を並べる、はいはい。これスライドじゃね、うん、スライドでいいんだ。成立、大成功、攻撃力アップ。ブーツでいいのかな。結構余った気がする、回数。余ってなかったっけ。えい、えい、えい、えいよ。いやー、敵の攻撃痛いわ。こっちの攻撃力も高いし、敵の攻撃力も高いって感じだね。ほい。ダメだ、ハンマーうまくいかねえなー。くっそ悔しいわ。よし。これ、ノーダメージだったらな、もっと。コインうまかったのにもかかわらずよ。あー、もったいない、もったいない、もったいない。だいぶ下まで行っちゃったよ。で、なんか下に行けるようなとこ、これ、ジャンプか？あー、違う。あ、なんとなくわかった。やっぱあの、こっから、こうじゃね？あー、惜しい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 。届かないようになってんのかな？これ無理だよな。ってことは、あ、待て。これそうか。左から回ってくんのか。そっかそっか。そんな道があるっぽいな。で、ようやくてっぺんに着きました。あ、もうてっぺんか。あっという間だったね。私は疲れてないや。マリオさんがお疲れ様でした。あ、どうもどうもどうも。それで早速タワーに入って紙テープを。なんかすごい、やけにリアルな岩だな、これ。入り口どこ？なんか、世界観違くない？このリアルな岩。すごいね。入り口高すぎません？この土をよじ登るなんて無理。土か、これ。土。そう、この土が盛り上がっててとっても邪魔。なんか、合成みたいな土だな、これ。マリオさん、見てください、そこの魔法陣。はいはい。またこれ違うね。大地を司るとかなんとかのか。あ、これマラドーナじゃないんだ。神の手じゃないのね。あ、土神様。はー、なるほどね。でも優しい土神様がこんな意地悪するかな？もしかしたら兄上がこの魔法陣で土神様を呼び出した。こうなったら土神様を探してお願いするしかない。あ、で、タートル、なんだっけ、タートルなんちゃら。あともう一個あるもんな。タートルボールか。ほんでよ。見晴らし運動公園。なるほど。運動できる。近所に欲しい、そういう公園。で、こっちでしょ。あー、なんか運動してる。俺も混ぜてほしい。かわいそう。またバーボンがなんかいじめられてんじゃねえかよ。で、これ、あー、待て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 。待て待て、そろり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 。えー、来た、緑バーボン。体育会系キノピオ。そうなんだ。文系キノピオもいるのかな、理系キノピオ。まだまだまた飛びてきますよ、マリオさんもどうです？ぴょんぴょんぴょん。で、こっちか。さっきちょっと行きたかったところだ。はい、オッケー。わー、なんかいる、なんかいる、なんかいる。この野郎。あ、全速行けなかった。まあまあまあ。どっから出てきたんだ、あれ。整列。待ってよー。でもこれさ、スライドしてさ、これでよくね？ねえ。で、アイアンブーツを、アイアンブーツの踏めるもんね。土下座だったら。おい、おい、おい。ほらほらほら、来た。アイアンブーツ万歳。で、あ、もう壊れた。10回ぐらいかな。10回ぐらいで壊れたって感じ。で、ブーツ。おい。あー、ちょっと。あー、でもよかったよかったよかった。ちょっと早かったけど。よし。オッケー。あ、いいね。いいコインもらったわ。で、じゃあちょっと待って。アイアンブーツつけとこうぜ。ああ、じゃあもう3つぐらいつけとくよ。せっかくこんなにいっぱいあるんだからな。よし。で、あ、俺を混ぜてそれ。俺も仲間に入れてくれよ。おい、カモン。ほら。あ、ごめんね、邪魔しちゃって。楽しく遊んでいたのに。俺のパス出したかったよ。私はボールじゃありません。そうだね、もうごもっとも。それ以外の言葉ねえわ。あー、くそ。意外と早かった。落ち込み、立ち直り早いな、この辺は。あ、結構いるやん。もうなんかすでに並んでると言っても過言ではないが。2。
あー、違くない？スライドか？あ、スライドって線もある。ああ、ダメだ、わかんねえわ。わかんねえわ。どうすればよかったのか。とりあえずアイアンブーツでこいつ踏んじゃって。あのさ、倒しきれないのか。で、まあ、とりあえずハンマーいっちゃう。あ、そうか、アイテムも使えるのか。いやー、ごめん、ちょっとこれわかんなかったわ。初めてガチでわかんない感じになった。ほい。よしよし、エクセレント入れたのはいい。これはいいよ。で、じゃあ、まあ、ハンマーか。いや、ハンマーよりブーツの方がいいかな。うん。あ、そうか、でも怒ってる兵法の方が、そっちの方が良かったのかな。やばい。これ結構食らいそうな気がする。タバ攻撃って何？はい。あー、やばいやばい。結構食らった。ちょっと早かったか。食らったか。はい。あー、ダメだ。今度遅い。むずい。難しい。リング2回。むずいなぁ。あ、わかった。これ、こうか。これ手前に持ってくる感じ？この感じかな。ああ、こうか、そういうことか、そういうことか。ああ、よかった、よかった。さすがにもうミスは許されねえぞ。ほい。よしよしよし。ハンマーの調子も出てきたよ。で、あとは、ジャンプで OK だ。よし。OK。ああ、ちょっと苦戦したわ。あのキノピオをボール代わりにしたバチが当たったとしか言いようがねえな、これは。ただ、タートルボールだっけ？あれないよね。この土管の先？この土管、ピクニックロードの血神寺院に繋がっているのか。なるほど。でもまだないよね。まだなかったと思うんだ。大事な。そうだよね。タートルボールあと1個だわ。どこだ、どこだ？おお、あ、ある。サッカーしてる、サッカーしてる。え？取っていいってこと？おい、あ、くそ。これ倒しちゃってよくね？ほら。これ、ファール、ファール。大ファール、これ。レッドカードだよ、これ。なるほど、これで、ほら、ほら、潰しといて、そういうことよ。あ、違う。パスコースを潰してからのこれじゃない？ほら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 、来た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 。やったー。ハリボテ兵法からパスカット、パスカットは物は言いようだよ、これ。ドレッドカードだよ、これ。これでタートルボール4つ全部揃ったかも。でもさ、ピーって大丈夫？襲ってくるよね、襲ってくるよね。はい。待て待て。で、待て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 。後ろの。そう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 。とりあえずシールを全部剥がそう。剥がそうじゃないか。あー、待て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 。えい。おー、危ない危ない危ない。で、あとは、煮るなり焼くなり皆様のおもちゃですと。よし。わあ、結構これ、この数がきついぞ。よし。で、なんかアームズの曲みたいな。そんな曲が流れていますよ。で、よし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 。いやー、なんかボロボロになっていくハリボテを見るのがちょっと心痛みますけれどもね。いた！今の食らった？あ、めっちゃバーボンいた。3体もいたわ。ふい。走り回って疲れたし、これどうぞ。はいはいはい。ありがとうありがとう。めっちゃ回復したわ。エアサッカーやってもそんな悲しいことするなよ。何かしら、なんかボール与えてくれ、こいつらに。え、何してるかってサッカーに決まってるじゃん。あー、ごめんね。ごめんね、なんか変なこと聞いちゃって。ボールが見えます。想像力って大事ですね。楽しいのか。まあ、まだ一人でやってないだけマジなのかもしれないわ。一人でエアサッカーってもう見てるだけで泣けてきちゃう。あー、来た、ハリボテ兵法。いいね。
これでボール全部揃ったので、あ、そうか、 G につながる道があったもんな。土管があった。戻ればいいんだ。どっから出んだ。あ、分かった。土管 ないのあったよ確か。これは入れねえよみたいなところ。ここそういうことか。ただ他に別になんもなし。降りて、あのね、これが、ここどうやって行くのかが全然わかんなくて。これか？関係ねえよな。これどうすんのか。あいつ、先行けないんですよ。奥から行くか。下、そうそう、ここから行けないもんな。こっからっぽいんだけどな。あ、これ！あ、違う。隅から隅まで探していただきありがとう。あ、これは気づかなかった。ただ、これどうすればいいんだろう、あいつ。あ、これかな？このパラソル的な、あ、違う。あ、でも、あ、わかった。これ開いて、だから上から乗るのよ。そういうことだ。よかった。はーい！マリオさん、いつにもましてダンディーでかっこいい気がします。そうです。もしかしてアクセサリー身につく、ああ、バレました？アクセサリーを身につけるの知ってるなんて、さすがマリオさんですね。何気チュートリアルやってくれたわ。よし、セーブ入れときまして。ほら、持ってきたから、そんな押し込まないでよ。4つのタートルボール、どこにあるんだろう。困った。これで、パスカットしてゲットしたやつ、ブクブク釣ったやつ、壁のカロンが持ってたやつ、ね、叩そう叩き売りで買ったやつ、1000コインで買ったやつ。もっと値下げできたのかな。もしかしたら値下げしまくったら、ただで手に入れたとか、そういう感じかな。それだったら悔しかったわ。ああ、よかったよかった。わーってやってる。パチ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 。すごい、さすがトータルボールですわ。タートルボールですね。おかげで入り口が開いたし、これでいよいよ土神様に会えるかも。へえ、行っていいの？じゃあ行くよ。はい。土神寺院。なんだこれ。あ、お賽銭じゃん。土神寺院巡り1、土神寺院の由来。じゃあ、せっかくですからね。パンパン。なになに？この洞窟には太古の昔より大地を司る土神様が住まわれると言い伝えられています。土神様は大地を盛り上げるほどの力持ちで、非力で器用なのこの子たちに大人気の神様です。この洞窟は土神寺院として多くの子の子たちが訪れる土神信仰の聖地となっています。なるほどです。なんか、もう演出と音楽であんまり頭に入ってこなかったけど、なんとなく言いたいことは分かったよ。あ、また10個お金取んのこれ。ありがたいわ。もうありがたいわ、この岩。この曲やめて。この岩は見ようによってはなんとなく土神様の姿に似ていないこともありません。そうでございますか。これをありがたがるのこの子たちからいつしかありがたい岩と呼ばれるようになりました。土神様の甲羅はまさにこの岩のように固く、どんな攻撃からも身を守ります。そうでございますか。急に曲止まるのもやめろ。あ、ゴキブリ的なのが、ほら、こんな子にバーボンいたのね。マリオさんもこの岩ありがたく見えます？私にはさっぱりわからない。そうだね。俺にもただ紙でできてる岩にしか見えねえわ。で、また10コイン取るのね。神の爪痕。てれれれれれれ。ラララ。この壁にある傷のような模様は神々の戦いで土神様がつけたと言われているんですよ、マリオさん。話しかけてきた。誰だこれは。俺だから食べられてます。大丈夫です。お願いします。なんやねん。いるんかい。あ、こういうことか。そういうことか。これは気づかなかった。あ、で、引っ張ればいいのか。あ、そういうことか。うい。はーい。助けていただきありがとうございます。おお、なに。おお。ナレーションのシステムが壊れちゃ、あ、そっか。やっぱ機械が中にね、それ入ってるわね。コインを入れていただいたら代わりに私が説明いたします。何就職してんだよ、ここに。何仕事見つけてんの。じゃあ、入れてみる？
花壁にある綺麗な模様、神々の戦いで土神様に使われたと言われているんですが、何どうしたの。実は手足の爪攻撃より口から吐くブレス攻撃の方が強力だったそうです。なるほど、これ絶対ヒントでしょ。これ土神様と戦う時のヒントみたいな、ブレス攻撃に気をつける的な感じでしょ。これはありがとうね、バーボン。で、聖域への道。ダーラーラー。あー、なになに。おー、土神様のご本尊へと導く参道です。段差になっているためお足元に十分ご注意を。ありがとうございます。すごい丁寧。あ、この曲流れっぱなし。ダーラ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 ー。おー、いっぱいいるいっぱいいる。待て待て、こっそり近づいて。へい。で、傘こそと地を這う夢を見ていたような。これって夢占い的にね、どういう心理なんでしょうね。夢占いね。あんまり夢見ないからさ、俺。まあでも、ゲームで裏作業めっちゃしてると、そのゲームの夢見るわ。はいはい、嬉しい、楽しい、超便利。嬉しい、楽しい、大好き。ドリカム的な。この陣を出てすぐの露店で売ってますので、ぜひお立ち寄りください。またそうやってお金がね、どんどんなくなりますよ。今、12000コインね。あれ、いたよね。あっち行ったんだけどな。どこだ。あ、いる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 。ほら、よし。あはー、やばい、やられる、逃げなくちゃって思いました。まさにゴキブリの気分ですね。ゴキブリって言っちゃった、ごめんなさい。もうゴキブリ苦手な人はゴキブリっていう言葉さえ苦手ですよね。ゴキブリ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 。やばいやばいやばい。チャンネル登録者数が減ってしまう。ゴキブリゴキブリというチャンネル登録よろしくお願いいたします。ここでチャンネル登録こじき、この流れで調べてみよう。ご本尊に手で触れたり絶対に叩かないでください。なるほど、絶対叩くんじゃねえぞ。おらおりゃ。え、50コイン。あら、まあちょっと高いよ。これがご本尊なの。あ、ちょっと待って。いけないことしてる。まずは50コイン普通に入れようじゃないかな。ダララー、こちらが土神様の勇姿をかたどったご本尊となります。無敵を誇る土神様も唯一尻尾が泣きどころと言われ、刺激されるとひるんでしまうとか。なるほど、後ろが弱点なのね。強いだけでなく、そんな弱みもある親しみやすいところが人気の秘密かもしれません。なるへそ、これにて土神寺院巡りは終了となります。ご来場ありがとうございました。わー、パチ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 。ははよくよく吸い込めということね。え、おしまい。ここで土神様にお祈りすればいいんでしょうか。やってみます。あー土神様、どうかどうか、土よ土よ、どうにかして。雑、願い事雑、どうにかって。チーン、何にも起きないです。ちょっと恥ずかしかったですわ。あら、かわいい。マリアさん、なんとかして。とりあえず回収して、まあこういうことだよね。おお。バチ当たりですね。私たちバチが当たっちゃうかも、どうしよう。めっちゃ驚いてる、バーボン。背中がひんやり。ダンジョンですね。そういうことか。洞窟が奥の方まで続いています。この先に何があるんでしょう。ドキドキですわ。土神様どこ？お返事がないってことはもっと先なの？ほい。これ、なんかもうゼルダ的になってきたね。おお、アクションゲームっぽい。ああ、そういうことそういうこと。びっくりした。はい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 。はい。で、セーブ。よかったよかった。セーブして、はい。ああ、危ない。へえ。あ、そういうことか。おお、うわー、やばい、危ない、危ない、危なかったー。もう一丁。よしよしよし。難しい、アクションゲームになってきたねー。RPG ってだけじゃないんだね。えい。で、ハート。まあ、今、回復してるけど。全回復ですけど。ああ、やっちゃった。ああ、やばい。ああ、よかった、戻った。ハート取った直後だもんな。まったくよ。ああ、見て見て。あんま近づくと燃えちゃうよ。気をつけろ。あれって土神様のお顔。大きいですわ。ああ、そうなんだ。亀なんだね、やっぱり。アングリーお口が開いてて中に入ってみたくなります。ほうほう。
ところで奥まで来ても誰もなんかぺっちゃんこになってるのこの子みたいなのいない？これ折り紙じゃん。折り紙兵が いっぱいいたらどうしようと思ったけど、またそういうフラグになるようなこと。てんてんてん、キャー、やっぱりいた。戦いますと、あー危ない。先制攻撃万歳。よし、おー曲変わった、渡る曲変わったぞ。ほら、これはジャンプが逆に効かないパターンだよな、じゃねえかな。甲羅で飛ばせ、甲羅で飛ばせ、あ、こうか、こうで、あ、よかった、全部書いてない、よかった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 。だ、ただただあー、まあ、ジャンプなのはわかるけど、ファイヤーフラワーとかと、ほらほらほら、これいいんじゃない？なんかジャンプあまりにも効かなそうだから、ほら紙だからよーく燃える、効くんじゃないのこれ。ほら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 、めっちゃ効くめっちゃ効くじゃん、20食らうよ、やったぜ。で、あとはこれでいいのかな、ジャンプでいいのかな。ういういうい、ほら来た、いいね。で、あとまたジャンプで OK だ。よし、よし、よし。はい、OK。ジャンプはもうお手の物なんだかな。ほんとハンマーが難しい。もういつの間にかコインも戻ったよ。アクセサリー買う前のあれに。いやーほんとコインがよく集まるわ。まあ、敵とね、まあ、見かけた敵片っ端から倒してるからっていうのもあるのかもしれませんけれども。あ、今なんか。下に見えてよ、ほら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 、あった、回っといてよかったぜ。まあでもお宝フィギュアなんだよね、別にバトルが有利になる何かしらとかじゃないから、まあ取っても取ってなくてもって感じなんですけれども。おい、危ない危ない、そうだよな。おいおいおい、あー危ない危ない、はい、よしよしよし、でジャンプ、よし、あー、そっか、ジャンプしちゃったらそうなる？敵を並べるはわかる。だから、これ奥にやってから回転ですね。あ、違う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 。やばい。やばい。あー、間違えたかも。間違えたな。間違えちゃったな。これ、ジャンプしたらどうなるんだろう。やってみようか、一回。あ、なるほど、そういうことか。1個で、あ、なるほどね。じゃあ、これを使えばよかったんだ。あー、そういうことか。やってしまったな。こういうことね。ジャンプ。ガードガードガード、よしよしよし。とりあえずガードした。いやー、でも結構きついな。また敵を並べるの分かっている。こっちやってからのスライドでどうだ。そうだね。よし。あー、これジャンプしたら吹っ飛ばすんだ、甲羅を。確かに後ろでバーモンたちが言ってたよ。なるほどね。それありきでまたパズル組み立てなきゃいけないということだ。それもなんかオリビアのね、ヒントで言ってたのかもしれないね。ノコノコさんは蹴っ飛ばせますよ、みたいなさ。これまた手前にあったりしない？大丈夫だな。うい。またなんかあれ奥にコイン見えるね。宝箱あるんじゃないか？これ上、あ、なるほど。でもちょっと待って、でもちょっと待って。あ、キラブーツ。トゲは踏めないが、アイアンよりちょっと強くなったパーツ。おー、なるほど。普通に純粋に強くなったってことか。これか、キラブーツ。あー、じゃあアイアンブーツを使い切ったら、装着するとしましょうか。ほんで、あ、なんかテープ貼ってある、新品みたいな。はい、これで、あ、下、はい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 、おお、あー、バーボンが、理系バーボンが、学者バーボンが、あ、そっか、あれ羽、吹っ飛ばすでしょ、甲羅を。とはいえ、
と、ああ、これも回転だけでいけるね。回転させて終わり。だが、だがよ。まあまあ、ジャンプでいいよね。ハンマーは届かないからジャンプでよくて。これいける？吹っ飛ばしたところでだよな。そうだよね。あ、ああ、おーおーおー、危ない危ない危ない。よく反応したわ、俺今。よし。で、あとは、ジャンプでいいな。ジャンプで決められるはずだ。おい、おい、おい、オッケー。よーし、ノーダメージボーナス。これ嬉しいわ。これ来たとき。よかったよかった。めっちゃ折り目ついてるから大丈夫。助けていただき、ありがとうございます。私は土神人の、あ、管理人なんだ。お前か、あの、なんかめっちゃぼったくってくるやつは。あれ作ったやつは。私の想像で作ったご本尊ではリアリティに欠けるため、本物を一目見ようと来てみましたが、もう少しでバサバサに折られるところでした。というか、ちょっと折られかけました。そうだね。折り目がめちゃくちゃついてる。危険すぎるので帰ります。マリオさんも気をつけてください。これ奥はもうねえな。よし。ほんでよ。ほんでですよ。これ上行ったって行けないもんね。行けないから。やっぱここだ。これで上に行って、ジャンプだね。おー、飛び出してきますと。はい。お！あー、キラーハンマー。はい。近くの敵を叩いて攻撃する。結構強くなった。ってことは、これを、今回消耗品なのか。なるほどな。常に強くなる。グレードアップさせていくんじゃなくて、消耗品として。あー、やった！あー落ちた先にいたわ。すまんな、なんか。難しいね。ただ、普通に、さっきのお手本と考えれば、こうだろう。うん。普通にこいつ踏んでから、飛ばして、うん。飛ばして倒しちゃう。からのハンマーってこと？キラハンマーやってみるか？せっかくだから。いや、まあまあ、でもせっかく、もういけそうなんだから。普通のハンマーで。おい！あー、グレートだ。ダメだな、また倒したけど。くっそー、釈然としねえぜ。よし。待って！危ねえ。結構敵の数多いな。バサーンやって、これ多分落ちた時用の戻ってくる感じなんだけど、これ一番右に行ったらきっと何かがあったりするわけですよ。ほら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 。まあでも敵も倒しておきたいなとは思うんですけれどもね。お、おい、ほらほら、あった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 。あったよ、あったよ。ああ、そこ、これか、岩。岩。もうなんか、坊ちゃんなんだよ。やってること、石集めてる坊ちゃんと一緒なんて、珍しい形の岩。ああ、やった食らっちゃったなー。カード、ああ、ダメだ。不意打ち。やばい。結構やばい。敵を並べる。オッケーオッケーオッケー。違うな。あ、分かった。こうして、手前だ。違う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 。よしよしよし。できたできたできた。よかったよかった。で、まあ、ブーツでいいかな。おい、おい。うん、一発やる。よしよしよし。で、あとはハンマーで。ハンマーミスらなければいいんだよ。頼むぞ。そろそろ成功させて。ダメ、早い。分かった、早いな、分かっていた。まあ、ジャンプより強いんだな、やっぱりハンマーある程度。難しいだけあるのかもしれない。ちょっと、キノコ使っとくか。一個だけ。危ないから。よし。で、なんかちょっと気持ち悪いから、こいつやっとくわ。一体だけ残すのもあれだしな。あ、なんかメカクッパいる。へぇー、なんか混ざってるよ。2回、普通に回転オンリーできるね。これでいいかな。うん。とりあえずジャンプしてみよう。メカクッパ倒せんのかな？一発で。おい！あ、強い！こんだけ倒しても死なない、やっても死なないっていう、なかなか。まあまあ、とりあえずジャンプして。まあでも、へばってるから、もうちょっとなんだよな。よしよしよし。
やばい、どんだけ食らうか。強そうだぞ、これ。やばい、おー、OKOKOK、皮膚器。あ、逃げた、逃げた。なんかちょっとレアキャラっぽかったからな、倒したかったな。コインとか結構うまそうだったのに。まあしゃあねえ、逃がしたもんはしゃあねえな。おお、むず、これも行くしかない。ああ、意外と難しい。バカにしていたけど意外と難しい。これは中、あれ違う、壊せるってわけでもない。ただのガチ穴ってこと、マジの。おい、ん、奥がある。これ手前は落ちるよな。なんだろう、やっぱあの穴開いてるのが気になるんだよな。なんだ、わあ、ここっぽいけどな、違うのか。なんだなんだ、なんだろう。ばさーん、これじゃないよな。なんだろう、一回戻ってみる、普通に。それともヒント、せり出す岩を横からよーく見たらどれか怪しいのがあった。なるほど、あ、本当にヒントになってる。横からよーく見たら、全然横の感じは見てなかったけど、横からよーく見たら、ここは一緒だよな。せり出す岩、これ、これか、あ、わかんないわ、これは。ここに微妙に穴あるもん。ほら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 。これはわからん。カメラアングルがいやらしい。絶妙だったわ。なるほど。ヒントを聞いて、結構、オリビアヒントは、結構重要だったんだね。詰まったらやっぱちょっと X ボタン押すっていうのが必要だったのかも。よかったよかった。セーブして、ボスっぽいね。来るんじゃないか。